2017年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉、ピーター・ポドランセックの機体、ピーター・ポドランセックは、スロベニアの極技飛行パイロット。スロベニアを代表するエアレーサーであり、長年にわたって、トップ選手として活躍している。トルボブリエ出身、ムルスカ、ソボタ在住。1970年、スロベニア中部の町、トルボブリエに生まれる。 子供の頃に飛行機を好きになり、16歳の時にグライダーのライセンスを取得。エンジン付きの飛行機に初めて乗ったのは21歳の時で、その3年後には極技飛行を始めた。初めて出場した国内選手権で3位に入ると、囲碁順調にメダルを獲得していった。スロベニア選手権で8度優勝し、スロベニア代表になると、 世界選手権やヨーロッパ選手権を含む多くの国際大会でも勝利を収めた。また、競技型でないエアショーにも多く出場しており、1800時間に上る総飛行時間のうち1000時間は極技飛行で培ったものである。2014年からレッドブルエアレースワールドシリーズのチャレンジャークラスに参戦し、 2シーズン目となる2015年シーズンでは最終戦デニーに入るなど検討した。シーズン後に行われたトレーニングキャンプの結果、2016年からチェコのペトル・コプシュタインと共にマスタークラスに昇格することが発表された。スロベニア出身パイロットがマスタークラスに参戦するのはポドランセックが初めてとなる。2016年シーズンで使用する。 ジブコエッジ 540V には2015年の途中まで室屋義秀が使用していた機体である。2017年シーズン第2戦サンディエゴ大会でマスタークラスに昇格してから初めてファイナル4に進出し2位となった。2017年シーズンを最後に引退することを表明した。ありがとうございます。